本日9月22日は国際ビーチクリーンアップデーです。アメリカサンフランシスコに本部のある海洋自然保護センターが、1985年から実施している記念日です。毎年この日に近い週末には、世界各国で海岸のゴミ拾いが行われ、ゴミの数や種類を調べることによって、海洋のゴミの状況や地球環境への影響を調査しています。日本でも夏に多くの人がビーチを訪れるために、海にゴミが溜まってしまうことがあるようです。 みんなで海を楽しむために、ビーチをきれいに使うことを心がけましょう。以上、四天王寺学園高校放送部がお伝えしました。